ヒゲ柄は、スズメモク、チメドリカヒゲ柄属に分類される鳥類。本種のみでヒゲ柄属を形成する。イギリス、南ヨーロッパ及び東ヨーロッパから、ウスリー川上流に至るユーラシア大陸、中井戸地域に、極地的に分布する。生息地では、基本的には、流暢性が強く、渡りはほとんど行わない。日本では、名鳥として、山形県、新潟県、 東京都、千葉県で記録がある。本種は、カイドリとしても輸入されているため、カゴ抜けした個体である、可能性もある。全長15センチメートル。お葉は長い。胴体は、赤褐色の羽毛で覆われる。くちばしは短く、やや下方へ湾曲する。オスは、頭部の羽毛が灰色で、くちばしと目の間から下方へ向かう黒い斑紋が、入りひげのように見えることが、和名や、 英名の由来になっている。体の上面は茶褐色で、仮面は淡褐色。メスの頭部の羽毛は淡褐色で顔の黒い反毛はない。河川や湖、地上、湿地等に生息する。植生は雑食で、昆虫類や種子等を食べる。繁殖形態は卵生。湿地の足腹などに、足の枯葉などを使って深い湾上の巣を作る。巣の内部には、 足のほや、綿毛、鳥類の羽毛などを敷く。一腹5から7個の卵を産み、放卵期間は12から13日である。私ゆともに放卵する。ありがとうございます。